今日は GitHub リリースの解説という話をしたいと思います。GitHub リリースってどういうものかっていう話なんですけど、その前に GitHub の話をしますと、Git ってのは何かっていうと、ここに参加している方は結構使っている人も多いんじゃないかなとは思うんですけど、ソースコードのバージョン管理を行うものですね。で、何かこう、一つのプロジェクトで、プログラムを組んだり、データを加工したり、解析結果を出力したりとか、そういうことをやっていくと、どんどんファイルが編集されたり増えたりしていくわけなんですけど、そういったものを、適宜、コミットといって、区切りをつけて、スナップショットを取っておくみたいなことをやるツールです。で、そのスナップショット一つ一つを、コミットというんですけど、あるコミットから、次のコミットに移るっていうのを、逐次やっていくイメージですね。で、そういった操作は Git コマンドで、実行するんですけど、Git add とかコミットとかいうふうにすると、新しいコミットが、重なっていくっていうイメージです。で、また、実験的な、ことをやりたいとなった場合、ブランチを切って、そっちで、別の実装を進めて、で、良さそうだったら、本流の方にマージするみたいなこともやったりしますし、この機能はチーム開発で使われたりもします。で、こういう、変更履歴を置いたもの、ローカルレポジトリというんですけど、この手元のレポジトリを、外部のリモートサーバーに置いておくこともできて、その場合、リモートレポジトリというんですけど、それを、置いて、他の人も見えるようにするサービスっていうのが、GitHub になります。で、このリモートサーバーに、変更履歴を伝える、コマンドとして Git のプッシュっていうのがありますし、逆にリモートサーバーに置いたものを手元に取ってくるってなった場合、Git のプルとか、フェッチとかそういう、コマンドを使うことになります。で、Git コマンドにタグっていう機能があるんですけど、使わなくても開発はできるんですけど、コミットが進んでいく中で、この一つ一つのコミットには、ハッシュ値がついているので、そのハッシュ値は、指定すると、そのバージョンに戻ったり、現在のバージョンとその前の、コミットでどういう違いがあるのかみたいなのを見比べたりすることもできるんですけど、ちょっとハッシュ値だと人間が見づらいので、このコミットにはバージョン1.1.2っていう名前をつけるみたいな風にして、目印をつけることができます。こういうのを、タグと言います。で、ある程度、キリがいいところで、目印としてこのタグをつけるということが多いと思います。で、このタグの名前は、別に何でもいいんですけど、おすすめとしてはセマティックバージョニングに従うのがいいかなと思います。こういう、数字を入れるところが3箇所ある書き方なんですけど、一応、取りまとめしているページとかもあるんですけど、セマンティックバージョニングって何かっていうと、例えばこの2.0.0とかもセマンティックバージョニングですけど、この数字に、メジャーマイナーパッチっていう意味を持たせるっていうのをセマンティックバージョニングと言います。で、一番最後のパッチっていうのを、まず見てみると、これは、デバッグした時とかですね。何かソースコードが一部間違っているので変更したっていうような、軽微な変更はパッチになります。で、新しい、関数、機能を追加したってなった場合、このマイナーの数字を、1個上げます。で、この最初のメジャーっていうのは、後方互換性が損なわれるような変更が入った場合、ここを変えます。例えば、なんですかね、パッケージの1.0.1
いくつみたいなものが2.0.0になったら、それまで1向けで書いてたコードっていうのは、2にアップデートすることによって、まあ、動かなくなるっていうのが、まあ、予測される。まあ、そういった場合、このメジャーの値を変えます。で、数字は、まあ、基本的に1個ずつ上げていきます。パッチは違いますけど、メジャーとマイナーの数字は、まあ、1個ずつ、増やしていくので、決して、まあ、数字は下げない。まあ、そういう規則に従って、この、バージョンっていうのをつけていきます。で、これは、あの Python とか Julia とか、まあ、そういった各言語のパッケージ開発をして、まあ、レポジトリで、例えば CLAN とかバイオコンダクターとか、なんだろう、コンダとか、PyPI とかそういうところで、公開する場合、まあ、開発者はまあ、このバージョンを意識してリリースすることになるんですけど、まあ、そういった、正式なレポジトリ経由でツールを公開しなくても、まあ、GitHub ベースで開発している人も、まあ、意識してこのバージョンをつけるっていうことをすると、まあ、いろいろいいことがあるっていう話ですね。はい。で、この、さっきのタグのとこなんですけども、タグを実行するタイミングっていうのは、どのタイミングなんですか？コミットする前、プッシュ。コミットの後だった気がするんですけど、あまり手元の Git 関数でこれをやったことがないので、あまり僕もよく知らないですし、それ。そう。わかりました。ありがとうございます。手元で Git タグをして、その、レポジトリを GitHub にプッシュした場合、ページで言うと、ここのタグってところに、そのタグの内容がこう、登録されてくるんですけど、GitHub リリースっていうのは、まあ、このタグ以外にもいろんな、機能を持たせたもので、まあ、タグ名はここに書かれるんですけど、それ以外に、まあ、リリースノートといって、このバージョンでどういう変更があったのかっていうのをここに書くことができますし、その時のソースコードをここで ZIP 形式で保存しておくということもできます。まあ、これがまあ GitHub リリースっていうものですね。GitHub のページの右下あたりになんか実はリリースってところがあって、まあ、使わない人もいるかもしれないですけど、まあ、ここでリリースを保存しておくことができます。はい。で、まあ、GitHub リリースの問題点としては、まあ、さっきのこのリリースノート、ここの書き方っていうのは結構自由なので、いかようにも書けて、すごく詳しく書く人もいるだろうし、大雑把に書く人もいるだろうし、まあ、なんか最初どうやって書けばいいのか、なかなかテンプレートが欲しいところになります。あと、やっぱりめんどくさいからやりたくないっていう人もまあいるだろう。なっていうのがあって、まあ、そういったところが、まあ、ちょっと問題かなとは思うんですけど、まあ、とはいえ、GitHub リリースを使う場面っていうのが結構あって、例えば、論文で、自分のツールを、紹介するってなった場合、Zenodo っていうサービスを使うと、このリリースに対して、DOI をつけることができるので、それを義務付けしているような雑誌もありますし、あとは Journal of Open Source Software、ジョス誌とかも、GitHub リリースで、このバージョンのものを、論文で見てくださいみたいなことをやるので、まあ、いろいろこのリリース機能を使う場面っていうのはあるので、まあ、適度な流度でリリースはしておきたいっていうのがあるので、で、まあ、プログラマーとしては、まあ、めんどくさいけど、やらないといけないような思ってのは、まあ、なるべく自動化したいって思うところで、この GitHub リリースをどうやって自動化するっていう指数化っていうのは、まあ、次の話になります。はい。で、まあ、コンセプトとしては、
だからこういうボットが勝手にリリース出してくれると嬉しいわけですね。人間がやるんじゃなくて。勝手にリリースしてほしい。こういうのをどうやって実現するかっていうことなんですけども、いろんなツールがあるんですけど、まあ、ここでは Google のリリースプリーズっていうツールを紹介します。で、まあ、ほとんど一緒なんですけど、まあ、類似したツールとして、まあ、セマンティックリリースとかリリースドラフター、コンベンショナル GitHub リリーサー、リリースイット、リリースチェンジログとか、ここら辺のツールはもう、ほとんどやってることが、同じで、まあ、基本的な使い方は、同じだと思います。まあ、ちょっとこのリリースプリーズを紹介しますと、これを使ってどうやって、リリースを自動化するかという話なんですけど、この、僕は今開発中の TensorDCV っていう、レポジトリで解説します。まず、この、リリースプリーズは GitHub アクションベースなので、まずこの GitHub アクションの設定をします。この、隠しディレクトリ GitHub Workflows 以下に YAML ファイルをまず置きます。まあ、ここではリリースプリーズ YAML っていう名前にしましたけど、まあ、この内容を丸々コピペするだけなんですけど、まあ、この Uses のタグのところに Google Cloud Platform のリリースプリーズアクションっていうのを使うってことを書きます。で、まあ、例えばですけど、現在の、プロジェクトで何か変更があったとします。例えば、この readme markdown の中身を変更したと、しますね。で、その場合、まず git 関数でやることは git add で変更するファイルを指定して、git commit で、コミットを作るんですけど、この時に、まあ、今回の話で一番大事なのは、ここのコミットメッセージを、コンベンショナルコミッツっていうものに準拠したものとして書くっていうのが大事です。まあ、このフィックスタグっていうのの後に、具体的なもの内容を書いてる、まあこういう書き方をコンベンショナルコミッツっていうんですけど、まあ、もうちょっと詳しく話すと、コンベンショナルコミッツってここのページにあるんですけど、これはコミットメッセージの規格化の取り組みになります。で、先ほどのようなフィックスタグとか、まあ、そういうなんか決められたタグがあらかじめあって、例えばフィックスは、まあ、その名前の通り何かを修正したときに、このメッセージのタグを使います。で、これはセマンティックバージョニング的には概念としてパッチに相当します。で、このフィートっていうタグは、フィーチャーの略で、新しい機能があったときはこのタグを使うっていうことになります。で、これはセマンティックバージョニングで言うとマイナーですね。で、フィックスとかフィートの後に、こういうビックリマークをつける場合、これは、方法互換性のない変更が入ったときに、この書き方をします。なので、これはセマンティックバージョニングで言うと、メジャーに相当します。また、ブレイキングチェンジっていうタグを使って、このコミットは、方法互換性が損なわれるよっていうのを後から指定することもできます。で、リリースプリーズはこのタグを理解して、次に、じゃあどういうバージョンでリリースすべきかっていうのを、自動的に判断してくれます。例えば、現在バージョン 1.2.2 だとします。で、その変更をコミットするってなったときに、じゃあ、例えば git commit の後に fix タグを使った場合、このツールはバージョン 1.2.3 としてリリースされます。
1.2.2 なので、パッチが上がって、1.2.3 になりますね。で、また、フィートタグを使った場合、この、新しい機能ということで、マイナーのところが1個、数字が上がります。なので、1.3.0 としてリリースされます。で、フィックスの後にビックリマークとか、フィートの後にビックリマークつけて、コミットした場合は、これはもう広報互換性が損なわれるので、もう、メジャーのところが上がって、次はこのツールが 2.0.0 っていうバージョンでリリースされるっていうことになります。実際にやってみたところを見せますと、先ほどの、Git コミットは、Fix だったので、これを、GitHub に向けてプッシュしますと、どうなるかっていうと、まずプルリクが来ます。誰からプルリク来たんだろうかってこう見てみると、こういうロボットが、プルリクを送ってくるんですね。で、ここにメッセージが書かれていて、で、バージョンは 1.0.3 っていうふうにしますと。で、具体的にこういう変更がこの時に入りましたっていうのがここに書かれます。で、これを、しばらく無視して、後で一気にやってもいいですし、適宜やってもいいんですけど、ここでは、素直にこのプルリクを受け入れたとした場合、このマージプルリクをクリックします。そうすると、このプルリクは、マージされて、この、画面がクローズされます。で、これを、マージした後、ここに、チェンジログ MD っていうファイルが生成されていることがわかります。この中身見てみると、これまでの変更履歴みたいなのがここで蓄積されているんですね。で、まだこのファイルがなかった場合、新たに自動的に作られますし、すでにある場合、プルリクをマージするたびに、ここになんか追記されていくものになります。で、この、マークダウンのこの各、なんでセクションというか、段落で、こう、フィーチャーズとか、バグフィクシーズとか、こういうのは、Git のコミットメッセージでフィックスしたところとか、フィート、書いたところとか、そういうところは、こういうフィーチャーズとかバグフィクシーズみたいな項目になってまとまっています。で、あと、プルリクマージした後、ここのリリースイズってところに、新たなリリースが追加されます。で、バージョン1.0.3が新たにこうできたっていうのが、ここでわかりますね。はい。こんな感じです。で、まとめますと、GitHub リリースの前に Git タグっていう機能があって、これはキリがいいコミットに対して目印をつけるという機能になります。で、GitHub リリースっていうのは、このタグに、プラスアルファの機能を持たせているもので、タグ名だけじゃなくて、どういう変更がそこに入っているかっていうリリースノート、人間が読むためのものですけど、そういうものや、ソースコード、そのコミットの段階での、ソースコードをジップしたものっていうのが、見えるようになっています。で、後半紹介したリリースプリーズっていうのは、この GitHub リリースを自動化、させるツールで、で、いろんなツールが、そういうやり方をしてるんですけど、コンベンショナルコミットっていう、コミットメッセージの書き方を比較化したものっていうのがあって、それに従ったコミットメッセージを書くと、プルリクをボットがしてくれて、それをマージすると自動的にリリースが作られるっていうやり方で、自動化をしています。はい、以上になります。ありがとうございます。これ、急に
急にというか、自動化の話だったんですけども、これ普通にその GitHub の GUI からのリリースするのもできるんですか？デスクトップアプリみたいなことですか？いや、GitHub のその、ウェブページ。ウェブページから。ああ、はい、できますよ。本来の、めんどくさい。使い方としては、ウェブブラウザー上でポチポチボタンを押してて、リリースを作るっていう方が、まあ、よく使われるやり方だと思いますね。この時のタグの付け方っていうのが、先ほどの、セマンティックバージョニングの方がいいってことですかね。まあそうですね。まあ、いかようにも名前は付けられちゃうんですけど、あ、そうですよね。やっぱこれ、なんかタグ、点が入るのが必須ではなくて、特に何でもいいってことなんですか、タグ名は。そうですね。まあ、ただ、やっぱり、わかりやすいというか、書き方が統一されていて、みんなわかるし、はいはい。どういう名前にしようかって、こう、悩む必要もないので、セマンティックバージョニングにしたかった方が、まあ、楽かなと思いますけど、ただ、その、末尾に、アルファとかベータとかつけたりする人もいますよね。この後に。RC とか。はい、はい。まあ、なんか、そういう、ちょっと、まあ、派生した自由な書き方をする人も、まあ、いますね。わかりました。ありがとうございます。はい。聞かれている方から何かご質問とかありますでしょうか？この GitHub のリリースの、その、まあ、自動化の機能と、他にも普通にアクションズとしてビルドをするっていうのもできるんでしょうか、ね、一緒に設定するっていうのが。ビルド、何のビルドですか？バールのそのパッケージのチェックをするとかっていうのも一緒に併記して書けば、両方実行できるみたいな。ああ、そうですね。それは GitHub Actions 使えばできて、うん、まあ、全部ここの、GitHub Backflows とか。YAML は一つにまとめて全部書けばいいんでしょうかね、これに。あ、いや、YAML は、何個でもここに置いてよくてですね。あ、そうなんです。例えばですけど、まあ、さっきのここですね。GitHub Workflows 以下をクリックすると、結構僕はいろんなYAMLここに置いてまして、Release Please 以外にも、いろんなYAMLで作ってますね。Release Please はこれは、さっきの話ですね。まあ、勝手にリリースしてくれるっていう。で、これは何だろうな。あ、これはテストっていうシェルスクリプトを事前に用意して、GitHub 側に変更が入ったら、この、スクリプトを実行して、コードがちゃんと動くかをチェックするみたいな機能を出せてますね。こういうテストで使えますし、これは Docker Run。で、まあ、このツールワークフローなんですけど、このワークフローを実行するにあたって必要な、Docker イメージというのはこれですね。これが実際に、手元にプルして実行できるかというのをここでチェックしていますね。これは何だろう。これはですね、このレポジトリがまるまる、Docker コンテナとして公開できるようにしてて、これは去年か一昨年かにちょっと紹介した GitHub Packages ってここの機能なんですけど、この GitHub のページのソースコードがまるまる格納された、
どっかコンテナってのが GHCR.io ってところから公開されるので、これを手元にプルして使うってことができます。で、まあ、このプルがちゃんと動くかをチェックしてるのがここですね。あとは、その GitHub パッケージを、作って、コンテナレジストリーってところにプッシュしてんのがこのコードですね。まあ、あと DockerHub にも多分、ビルド&プッシュしていて、で、DockerHub の場合はここでチェックしてますね。こんな感じで、まあ、結構手厚くこのツールでは書いてて、まあターベルアクションズの使い方としては、まあ、CI ですね。継続的インテグレーションというので、そのコードがちゃんと動くかとか、必要なツールが中に入っているかとか、あとなんか、決められた、日付でそのコードを動かしたいとか、なんか、まあ、いろんな使い方はあるんですけど、まあ、詳しくは、GitHub のマーケットプレイスみたいなところがあったと思うので、そこら辺眺めると、まあ、GitHub Actions で、まあ、こんなことができるんだ、みたいなのがわかるんですけど、なんかそういうので、こう、何でも GitHub 上で自動化したいってなった場合、まあ、ここら辺、あ、ここで YAML を置いとくだけで、いろんなことができるので、GitHub Actions はかなりおすすめですね。